皆さん、こんにちは。ラッツ&スターの一員として当時人気を博し活躍した田代正史さん。1990年代にはバラエティ番組に引っ張りだこであった田代正史さんは、度重なる逮捕歴がありました。また病気をしていた過去もあったようです。今回はそんな田代正史さんの逮捕歴や女性遍歴、病気の真相、現在の様子についてご紹介していきます。田代正史さんは1980年代から1990年代まで毎日のようにテレビに出演し、子供から大人まで幅広い人気を誇っていたタレントとは思えないほど、2000年以降は落ちぶれてしまいました。もちろん数々の犯罪行為や違法薬物を所持使用していたことが招いた結果ですが、そういった行動に向かってしまうような精神性に育ってしまったのには、生い立ちが非常に強い影響を与えたのではとも言われています。田代正史さんは1956年8月31日に佐賀県唐津市で生まれました。父親はキャバレーのチェーン店を経営していたため、経済的には困っていなかったのではないでしょうか。ですが出生後間もなく父親が愛人の女性のもとへ走り、両親は離婚してしまいました。田代さんは母親に引き取られ、小学校入学直前に母親と一緒に東京都新宿区へ引っ越しました。母親と二人暮らしをしていましたが、実際は母親は水商売をして生計を立てていたため、母親がいない間は大家さんに預けられていたそうです。田代さんが中学生の13歳になる頃、母親が別の男性と再婚しました。再婚相手の男性と田代さんが合わなかったのか、母親の再婚から間もなくして母親の元を離れ、父親と父親の再婚相手と一緒に住むことになりました。通っていた中学校も新宿区立大久保中学校から杉並区立中瀬中学校へ転校しました。思春期の田代さんにとって、実の親にたらい回しにされることは本当に辛かったのではないでしょうか。父親の新しい家族との生活が始まりましたが、その環境にも馴染めず田代さんはぐれてしまいます。そして中学生にして酒、タバコ、シンナーに手を染めてしまいました。その後芝浦工業大学工業高等学校機械科に入ると暴走族に入り、喧嘩に明け暮れる日々を送り、傷害事件で留置所へ送られたこともあったそうです。ですがその高校時代に運命的な出会いを果たします。後にシャネルズを結成し、共に芸能界へ入ることになった鈴木雅之さんとの出会いでした。お二人は不良ながらソウルミュージックという共通の趣味があり、大親友になりました。父親との生活に馴染めずにいた田代さんは鈴木さんの家をよく訪れ、鈴木さんの家族とも仲良くなり、可愛がってもらっていたそうです。田代さんは高校卒業後、父親との大喧嘩の末家を飛び出し、ガソリンスタンドに就職しました。会社の寮で暮らしながら大型自動車免許を取得し、トラックの運転手へと転職しました。そしてシャネルズとして歌手デビューした後もしばらくは運転手を続けていたそうです。ですがこの頃にトラック運転手の先輩から眠気覚ましという名目で覚醒剤を勧められたことがあったそうです。もしもこのような生い立ちでなかったら、田代さんが違法薬物に手を染めることはなかったのでしょうか。たらればの話をしても仕方がないですが、タレントとして輝いていた頃があった分、悔いが残りますね。実は田代正史さんの母親の妹の夫は指定暴力団住吉会の元総裁である西口茂雄さんでした。田代さんから見ると叔父にあたります。2017年9月12日に西口さんが亡くなられた際、田代さんはツイッターで、僕の大好きなおじさんが昨晩亡くなられましたという内容と西口さんと田代さんのツーショット写真をツイートしました。現在ではツイートが削除されているため見ることはできませんが、お袋が亡くなってから僕たち兄弟を自分の子供以上に面倒を見てくださったおじさんとおばさんに感謝しますとも綴られていました。9月14日に中野区の斎場で行われた通夜には田代さんも参列されていたそうです。当時すでに何度も逮捕されていた田代さんについて、西口さんは親戚ということは口外するなと言いながらも、なんとかしてやってくれと
組の関係者には伝えていたそうです。以前に田代さんが1度目の懲役に入る前、麻布十番祭りにてマーシーの焼きそばという屋台をやっていましたが、その場所は住吉会の関係先だったそうです。そのために以前から警察関係者は目を光らせていたそうです。西口さんの死去と田代さんのツイートから親類関係であることが明らかになり、 SNS 上などでも話題になりました。2019年11月6日に薬で逮捕をされた田代正史さん、逮捕歴もすでにベテランの域に入っていますが、田代正史さんの現在の時点での逮捕歴について見てみましょう。田代正史さんの逮捕歴については以下の通りです。書類送検も何度かされているため記述しています。2000年10月、盗撮で書類送検。2001年12月、男性の風呂を覗いて逮捕、自宅から薬発見で再逮捕。2004年6月、人身事故で書類送検。2004年9月、銃刀法違反で逮捕、薬でも逮捕。2010年9月、薬で逮捕。2010年10月、別の薬で再逮捕。2015年7月、迷惑防止条例違反で書類送検、本人否定。2019年11月、薬で逮捕。以上から薬での逮捕歴は5回、書類送検は3回、薬以外での逮捕は風呂を除いたこと、銃刀法違反の合計で2回。そのため田代正史さんの全体での逮捕歴は7回ということになります。田代正史さんの逮捕歴についてはやはり思うところがある人が多いようで、主に以下のような反応となっています。田代正史の逮捕歴やばくない。逮捕歴を見ると3年6年9年と間隔空いてるから次はもう大丈夫。パターン的に次の逮捕はあるとしたら2031年だな。田代正史さんの逮捕歴を見るとどれだけ薬物依存の治療が難しいかというのがわかります。ここからは田代正史さんの女性遍歴も合わせて時系列でご紹介していきます。田代正史さんの一度目の結婚は1985年4月でした。お相手の方は一般女性とのこと。元嫁との間には息子と娘が一人ずついるそうです。後の田代正史さんの著書審判から読み解くに、1991年に家族旅行でハワイに行った時に初めて薬に手を出したそうです。つまり一度目の結婚生活の時から依存が始まっていたということになります。そして2000年に東急東横線都立大学駅構内で女性の下着を盗撮しようとして書類送検されました。その後2001年に薬で逮捕、しかし執行猶予中の2004年に再度逮捕されて実刑判決が下されました。田代正史さんは2005年2月から1度目の服役中に前妻と離婚し、2008年6月に出所されました。そして2010年5月には胆石の手術を行い、その際頬がこけるまで激痩せして話題となりました。見た目からしてもまた依存しているのではとささやかれていましたが、案の定再び薬の所持で逮捕されました。そして2011年に現在の奥さんと結婚されましたが、その後すぐに懲役3年6ヶ月の実刑判決が下され、2度目の服役として府中刑務所に収容されてしまいました。一部報道ではこの時一緒に逮捕された新井千恵子さんという方が現在の奥さんなのではないかとの話もあります。新井千恵子さんは美容院経営の傍らで田代正史さんのマネージャーをはじめスタイリスト、運転手を務めていたとのこと。また新井千恵子さんはデビュー当時から田代正史さんのファンであり、府中刑務所に収容されることを分かった上で入籍されたそうです。差し入れや面会は家族の方がしやすいからとのことが理由だったようです。そして田代正史さんは2014年7月に仮釈放され、依存症のリハビリが行われましたが、2015年の7月に二子玉川駅のホームで女性のスカートの中を盗撮しようとして書類送検となり、30万円の罰金刑となりました。その後2016年には清原和博さんが逮捕されたことにより、田代正史さんは報道番組に久しぶりに出演されたり、2019年に YouTube チャンネルを開設したりと活動を再開しましたが、
2019年の11月に薬の所持により4回目の逮捕となりました。2020年7月には懲役2年6ヶ月、うち6ヶ月は保護観察付き執行猶予2年とする判決が確定しています。本来であればすぐに収監されるはずの田代正史さんですが、3ヶ月経ってもなお刑に服していなかったといいます。2020年8月6日に収監される予定でしたが、その2日前に体調を崩して救急搬送されたんですよ。検査の結果、普通の人なら70から100程度の血糖値が670と異常に高い数値で、即入院しました。完全に糖尿病です。疲労がたまると膝の下がすごく痛んだり、目が突然悪くなったりと、糖尿病の合併症が出ています。収監は病状が落ち着いてからということで延期してもらっていました。治療を経てやっと血糖値が安定したので、ほどなく刑務所に行きますと田代正史さんは明かしました。そして3回目の服役となったのです。このように数々の失敗を繰り返してきた田代正史さんですが、現在の奥様はそんな田代正史さんのことを見捨てずに寄り添ってくれているそうです。田代正史さんを一番理解してくれているのは現在の奥様だそうで、出所後に食べた奥さんの手料理が心に染みたと話していました。田代正史さんは出所後6ヶ月間の保護観察期間がありましたが、保護観察官には奥さんが監視役と言われているそうです。なるべく奥さんと一緒に行動することで薬に出会うきっかけを断つとのこと。田代正史さんが現在の奥さんについて多くを語らなかったのは、元奥様との間の2人のお子様に配慮していたからだそうです。息子さんは2007年頃から活動している人気のロックバンド激鉄のベースを担当されている田代達也さん。娘さんは小学生時代に小夏、瞳、玲奈というユニット活動をされていた田代小夏さんです。お二人とも現在は芸能活動はされていないようです。息子の田代達也さんは父親に呆れつつも理解をしてくれる部分もあるのだそうですが、娘の田代小夏さんとの関係はうまくいっておらず、これ以上嫌われたくないという思いから田代正史さんは再婚のことを話せなかったのだそうです。何度も薬物に手を出してしまっている田代正史さん。僕は中学生の頃に軽い気持ちでシンナーを吸っていましたが、やめられたんです。だから覚醒剤も簡単にやめられると思っていました。でも甘かったですと話し、逮捕されると毎回これでまた世界中から敵視される、テレビに出られなくなる、信頼してくれていた人たちにどう謝ろうなんてことで頭がいっぱいになります。でも一方、以前お世話になった薬物依存症のリハビリ施設ダルクでは、薬物依存症は WHO でも認めている病気の一種だから治せばいいと教えてもらいました。自分の意思だけでどうにかできるものではないから、また一から治療を頑張ろうと思うんですと話しました。初めて逮捕された2001年以降、薬物をやめていた期間もあると言います。最初の逮捕の後は1年半、2回目の逮捕の後は3年間、3回目の逮捕の後は5年間と、やめられた期間が少しずつ伸びているんです。こんなことを言うと、お前反省してないだろ言われちゃうと思うけれど、薬物依存症は一生続くんです。その中で少しずつ勝てるようになってきたんですよと、薬物依存症に立ち向かっている様子がうかがえました。そしてそりゃ本音を言えば刑務所には行きたくはない、過酷な環境だからね。子供たちを裏切ってしまったのも辛い、何を言ってもどうせまたやるんでしょと言われたら反論もできません。これまで何回も何回も裏切っているんですから、だから今後も裏切ってしまう可能性は完全には否定できません。でも最大限努力します。そして出所したら薬物の怖さを伝えたい、俺ほど説得力ある人いないでしょう、だからもう少しだけ見守ってください。田代正史さんの厳しい戦いはこれからも続きます。
現在3回目の刑期を終えて出所した田代正史さんはインスタグラムを開設し、2023年1月18日に、2022年10月27日に福島刑務所を出所しましたと初投稿。プロフィールには、ようやく家で正月を過ごせました、少しずつ前に進んでいこうと思いますと決意表明。その後の投稿では、僕は週1でダルクに通っていますとコメント。その後も投稿を続け、フォロワー数は3万人近くに達しています。田代正史さんは頻度高くインスタグラムを更新し、現在もギャグじみた投稿にフォロワーから人気を博しています。田代正史さんは2023年2月5日には成田山近くのライブハウスでイベントしてきましたなどと綴り、ヴィトンのマフラーを締めた姿をアップ。また2月7日には焼肉を食べに行ったことを投稿し、歯がいらない焼肉とろけました、焼肉って飲み物だったのかな、今は美味しいものを食べているのが一番幸せですと明かしていました。フォロワーからはおしゃれ、やること言うことが本当ウケる、お元気そうなどの声が上がっていました。いかがでしたか。今回は田代正史さんの逮捕歴とお子様についてご紹介しました。現在の奥さんにはかなり助けられている様子の田代正史さん、今後は奥さんとお子さんのためにも道を踏み外すことなく活躍してくれることを期待したいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。